私は橋本武と申します。歩行解析ということで、人類がどういう格好で歩いて、どういう障害が起きて、いくかという、それでそれを予防するにはどうしたらいいかという研究をですね、主に、モーションキャプチャーシステムというのを使ってですね、研究したんですね。このジンズミームにはですね、加速度計とですね、それから加速度計がついております。これによってそのスポーツ選手がどの程度実は歩いてる時に体がブレてしまってるとか、あるいはその左右のバランスが不均一であるというようなことが分かるんですね。そうしますと、それをどうやって解消していけばいいか、それからそれをどうやって未然に防ぐかということができればですね、これは障害を予防し、かつそのスポーツのレベルを上げていくということで、2つの重要な意味があるんですね。歩行解析、あるいはその動作解析の分野ではですね、モーションキャプチャーのような反射マーカーをつけてですね、詳しく動作解析するっていうシステムが一つあります。それからもう一方では、このジンズミームのようなですね、簡便なそういう計測方法っていうシステムがあります。で、モーションキャプチャーの方はですね、確かに非常に正確なデータが取れるんですけども、非常にこう大きな装置が必要なんですね。だからこれは実はですね、日常生活の中ではあまり使い勝手が良くない。で、これに対してですね、ジンズミームというのは小さくて体に常に身につけられるものですから、24時間、極端に言えばですね、その選手の行動を追うことができる。それによって、非常にですね、リアルタイムに、しかも常にそのいろんなシチュエーションでですね、その選手がどういう行動を取ったか、どういう運動をしたかというのが分かるんですね。だからこのデータの集積はものすごく大きいと思うんです。体の中で最も動かないところは実はこの頭部、頭なんですね。最も動かないところにつけるから、その動きを雑音なくですね、拾えることができるんですね。ミームの本来の意味ですね、ミームは遺伝子なんですね。ですからこのですね、いろんなたくさんの人がつけてくれたこの歩行のデータというのを、もちろんその個人情報はしっかりと担保した上でですね、次の世代に残していきたい。どういう人がこういう障害を起こした、どういう人は起こさなかったという、そういう膨大なデータをですね、集めて、それを次の世代に残していくことができれば、これが本当の私はジンズミームではないかというふうに思うんですね。